献立に迷った時はチャンネル登録をしてぜひ参考にしてください。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんこんばんは、高校生のママドチャンネルのドイチです。今回はジャーマンポテトを作っていきます。まずはジャガイモ 400g をよく洗っていきます。ラップを広げます。そこに先ほど洗ったジャガイモを置きます。塩適量、をジャガイモの全体に振りかけていきます。そしてしっかりラップで包んでいきます。電子レンジで600ワットで5、6分加熱していきます。ニンニク適量をカットしていきます。皮を取ります。そしてみじん切りにしていきます。玉ねぎ小1個をカットしていきます。まずは皮を剥きます。薄切りにします。ベーコン4枚もカットしていきます。1センチ幅にカットしていきます。じゃがいもは食べやすい大きさにカットしていきます。皮はついたままで大丈夫です。で、この時に熱いので火傷に注意しながらカットしてください。オリーブオイル適量をフライパンに広げて中火で温めていきます。ニンニクを入れて炒めていきます。ここにベーコン、玉ねぎ、じゃがいもを加えていきます。しっかり炒めます。コンソメ小さじ2、塩コショウ適量で味付けをします。さらにしっかり炒めていきます。お皿に盛り付けていきます。
スリーとブラックペッパー適量も上からかけていきます。これで完成です。完成しました。めっちゃくちゃ美味しそうな香りがします。最後にかけたブラックペッパーの香りが、まあ、特に強い香りがするんですけど、ほっくりほくりほくほくとしたじゃがいもとかしんなりした玉ねぎがめちゃくちゃ美味しそうです。では早速味見していきます。いただきます。やっぱりホクホクです。玉ねぎの食感もシャキシャキと残っててすごく美味しいです。じゃがいもは少し火が通りにくいので、まあ、先に電子レンジで加熱したんですけど、そうすることによって調理の手間も省けるので時短にもなるので、まあ、もし作られる際はそうしてみてください。星4点。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。